ウィリアム・ハンター・ザ・アナトミー・オブ・ザ・ヒューマン・グラビット、ユーテルス・イグジビテッド・イン・フィギュアスの通販、ウィリアム・ハンターは、スコットランドの参加を専門とする医学者、解剖学者である。有名な外科医、ジョン・ハンターの兄でもある。グラスゴー近くのイースト・キルブライドで生まれた。グラスゴー大学で進学を学んだ後、1737年に、薬学に転じ、科学者、 医学者のウィリアム・カレンの影響を受けた。を受ける、その後、エディン・バライ学校の創立者で解剖学者のアレキサンダー・モンローの解剖学の講義を受けた後、ロンドンへ移り、有名な三回、ウィリアム・スメリーの弟子となり、セント・ジョージ病院で解剖学の訓練を受けた。1746年から、スメルのように解剖学の個人的な教育を行うようになり、 ウィンドミルストリートに施設を作った。1764年に国王ジョージ3世の王妃、シャーロット・オブ・メクレンバーグストレリッツの寺院に任じられた。1767年には王立協会の会員に選ばれ、1768年からロンドンのロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの解剖学の教授を務めた。血管に防腐剤を注入する方法や断面や 表面の防腐法を用いて解剖のための死体保存の方法をウィリアム・ハンターは発表し、1775年にジョン・ハンターが初めてこの方法を用いた。熱心な古代のコインや古書の収集家であり、これらを含めて資料はグラスゴー大学に寄付され、グラスゴー大学のハンテリアン博物館芸術ギャラリーに保存されている。ありがとうございます。